イです。厚切りジェイソンです。今日から使える英会話いよいよ第8弾でございます。はい、今日はよくあるシチュエーションやりましょう。はい、あの海外行って例えばホテルにチェックインする場面多いでしょう。そうですね。今日はやってもらいます。わかりました。はい、はい、どうぞチェックインしてください。お願いします。頑張れ。Ah, good afternoon. Yeah, good afternoon. Yes, do you have a reservation? Yeah. Can I have your name, please? My name is Haichi. Haichi? Yeah. I see. No reservation. Really? Hold on, let me check. I see. I'm sorry. Okay. Mr. Haichi, I have your reservation right here. Could you please fill out this card? Thank you. I need your name. Name. Your address. The address. Mm-hmm. And job, yeah.Yeah. Okay. I need your 最高月収. 最高月収? Yeah. Oh, secret. Okay. Yeah, sorry. Thank you. Yeah. I see. So you'll be staying with us for one night? One night, yeah. Okay, very good. Is there anything else I can do for you? No, thank you. Okay. Yeah. Well, here is your key. Oh, thank you. Yes. And before you go, I will need a credit card. Here. Well, thank you. Yeah.Very good. Okay. Hey. Thank you very much. Now, please enjoy your stay. Yeah. Thank you. Bye. Bye. さあ、もう無事チェックインできましたね。できてましたか？いやいや、まあ一応鍵もらってどっか行ってたので大丈夫だと思うんですけど、どうでしたか？やっぱりもし実際行った時には、はい、いろいろとお聞きしたいことはあるじゃないですか。はいはい。自分はやっぱ仕事柄、絶対 Wi-Fi が必須なんですよ。はい。なんで、例えば Wi-Fi のパスワード何ですかみたいな。あの、これ、Wi-Fi もパスワード、はい、どっちもほぼほぼ英語で使える言葉なので、はい、これは多分 Wi-Fi パスワードだけでも全然伝わりますけど、Could you please tell me the Wi-Fi password?、はい、Could you please tell me、yeah. the Wi-Fi password? Okay, perfect. これワンセットでじゃあ後ろにつければ、はい、それを教えてほしい。教えてください。あ、例えばそれを使って、はい、じゃあ他のことを聞いてみたらどうですかね。他の聞きたいことあれば、Could you please tell me で。例えば観光に行ったら、はい、ショッピングしたいんで、はい、お店を知りたかったりした時は、はい、Could you please tell me shops around the hotel? Yeah, perfect. 本当ですか？もう perfect. ちょっと、Could you please tell me where are some shops around the hotel?もしくは、はい、その店に関して情報は知りたい場合、Could you please tell me about some shops around the hotel? でもいいですけど、場所を聞きたいのか、はい、情報を集まってるだけなのか。ああ、そうかそうか。でも、Could you please tell me、はい、何々で使いますね。なるほど。うん、ちなみにジェイソンさん、自分海外旅行行った時に、はい、ティップで困ったことがあって、ね、結局その日本はないじゃないですか。ないです。そう、でも海外行くと、そう、置かなきゃいけない、はい、例えばなんか部屋の掃除してくれるなら置いといた方がいいとか、はい、カバン運んでくれた人には渡した方がいいとか、ね、あれって決まってるんですか？はい、全然決まっていないし、はい、あのまあ、正解はないですけど、はい、そのお気持ちとしてこの人はちゃんとなんかいいサービス提供してくれたなと思ってたら、はい、その感謝の気持ちを込めて、はい、あのティップをあげるのも一つかもしれないですけど。わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ海外行く時のためにちょっと実践なんか練習してみましょうか。はい、お願いします。はい、はい、じゃあ例えば、まあ、チェックインした後に、はい、まあ、やっぱりちょっと自分、まあ、スポーツが好きで、はい、あのスタジアムとかちょっと行ってみたいんですよね。お、それだったら聞き方分かりますよね。そうです、さっき教えてもらったんで、はい、なんでまず Could you please tell me、はい、where is the stadium? Oh, perfect. そう、完璧完璧。 Could you please tell me、yeah. where is the stadium? Stadium. スタジアムはどこにあるか教えていただけませんか？ Could you please tell me、うん、where is the stadium? もう完璧やん。ありがとうございます。もう海外住めるやん。住めるかな。でもこれ便利ですよね。さあ、Could you please tell me もそうですけど、はい、その Where is までセットにすると、はい、ほにゃららがどこにあるか教えてくれっていう。そうなんです。はい、旅行になると、大体場所は知りたいからね。そうですね。聞くことはそれがメインになるかもしれないので、うん、Could you please tell me where is ほにゃらら。ほにゃららが結構使えそうですね。いや、もうちょっと安心していきます、これで。素晴らしい。それじゃあ今回、Could you please tell me を教えてもらったので、ぜひ皆さんも使ってみてください。Bomb? Not bomb. Drug? No drug. Good. Mitsuyunyu? 日本語. Binding?
the Bainier. Good.